眼科医の平松です。今日は、いただいた質問で、陽明酒飲んでも緑内障に大丈夫でしょうかっていうご質問にお答えしようと思います。薬用陽明酒っていうのは昔からよくありますよね。このぐらいのやつで、僕も飲んだことあるんですけど、結構苦くて、ちょっと僕はあんま得意じゃないなって感じの味だったんですけど、まあ、健康にいいですよみたいな感じで飲まれる方もいると思うんで、そこら辺をお答えしようと思います。で、アルコールはどうなのとか、まあそういうのに関しては、本アカウントの方である程度動画出しているので、まあそれも見ていただければと思うんですけど、まあ、今回、陽明酒っていうと、ちょっと普通のアルコールと違うじゃないですか。まあ、いわゆるこう、ビール飲んで、日本酒飲んで、ガバガバ飲んで、みたいなとはちょっと意味違ってくるわけなんですよね。だからそういう意味では、陽明酒っていうのは、ほんのわずかなお酒を飲んで、もう本当にわずかですよね。で、それで効かせようっていうところなので、ちょっと意味合いが違ってくるし、生薬とかいろいろ入ってるわけですね。ただ、生薬とかあれがどうなのかっていうのは、結構東洋医学的な発想であって、西洋医学的にあれがいいか悪いかって言われると、まあ、ちょっとよくわからないっていうのが正直な感想です。じゃあ、お酒の量としてどうなのかっていう、こっちの話ですね。陽明酒程度の量であれば、普通の人だったらいいと思います。ただ、アルコールデヒドロゲナーゼってよく言って、お酒弱い人いるじゃないですか。飲んだらもう全然グラグラしちゃったりとか、もう青っ白くなっちゃって倒れちゃうとか、まあ、そういうタイプの人が頑張ってお酒飲んで陽明酒とか飲む人もたまにいるんですよ。そういう患者さんも見たことあって、そういう場合はちょっとさすがにやめた方がいいかなって、つまり、アルコールを分解できない、分解する酵素っていうのが足りない方なので、そうすると、大量にアルコール飲んでるのとほぼ同じことになっちゃうので、ちょっとその場合はまずいなって思います。でも、そういう場合じゃなければ、まあ普通に飲んでいただいても緑内障の方は特に問題ないと考えて、それは閉塞隅角、開放隅角とか特に指定はなく、飲んでいただいていいかなっていうふうに思います。もちろん、炎症があってとかっていう場合は、ちょっとあんまりお勧めできないですね。例えば、ブドウ膜炎ですごい炎症があるとか。まあ、眼内炎とか目の炎症での緑内障。この場合はちょっと避けていただいた方が好ましいなっていうふうに思います。まあ、こんな感じでちょっとした疑問、質問をお答えしていきますんで、コメント欄に書いてください。で、チャンネル登録してベルマークっていうのを押しとくと、まあ、そのお答え見逃さないんで、ぜひよろしくお願いします。